中年オタッキーです、今日は以前から告知していた通りね、このカメラの紹介になりますね。はい、リコーオートハーフってやつですね。これも一世を風靡したカメラでありますね。もうちっちゃいね、ハーフカメラなんですけどもね、非常に写りがいいという評判なんですが、これでね、一応試写してきたんですけどもね、結構ね、ドタバタがあってね、結局フィルム2本丸々試写してます。なんだかな。まあそんなわけでね、今日はね、このカメラの写りと、どんなカメラだったのかっていうのを紹介していこうと思います。それでは動画スタートしていきます。はい、このリコーオートハーフですね。まあこのカメラを語る上でね、語らなければならないのはやはりこのカメラでしょう。これはオリンパスペン S になりますけどね、オリンパスペンシリーズはね、1959年から販売を開始された、カメラでして、その後にね、ペン EE シリーズに発展するんですね。これは EE2 ですけど、たまたま EE2 積んでたんで EE2 なんですけど、オリンパス E、ペン EE 初代は、1961年8月から販売されたということですね。1960年代になってね、一気に EE 化、自動露出のね、カメラの波ができたということでね、ペンシリーズ最初は完全フルマニュアル、露出系すらないフルマニュアルカメラだったんですけども、オリンパスペンもね EE 化してね、ペン EE シリーズとして、まあこのようにね、これサークル相手でね、セレン光電池式のね、EE で登場するんですけどね、まあそれとタイミングを合わせたように出てきたのがこの、オートハーフなんですね。これオートハーフ SE って言ってちょっと後のモデルになるんですけども、発売開始されたのがね、1961年で、1979年まで売られたというね、超ロングセラーモデルになります。最初の方はね、このセルフタイマーとかもなくて、格好もちょっと不細工なんですけどね、最後の方にはね、もうフラッシュも搭載した、EF とか EF2 だとか、というモデルまで登場しておりますが、このレンズはね、ずっと最初から最後までこの同じレンズですね。リコー 25mmF2.8 というレンズが搭載されています。このレンズね、ピントが合わないかな。このレンズなんですけどもね、一応多分ですけど、4枚玉のテスラコピーだと思うんですが、設計はリコで、製造は富岡工学が製造したということになってますね。で、写りがね、ものすごくいいということと、あと、画角がね、25ミリなんですね。これ25ミリ。これはペン S ですけど、これは3センチ、30ミリですね。で、EE の方はどうかっていうと、28ミリ。ということで、若干広角、の25ミリ。ハーフカメラの中でこれが多分一番標準としては広角になると思いますね。まあ、ペン F とかが20ミリとかもあるんですけどもね。それはもうレンズ交換式のハーフカメラになっていくんですけどね。でね、まあ、こういうカメラもありますが、これはキヤノンデミのね、EE17 なんですけどね、これはね、30mm。やはり 30mm ぐらいがね、標準レンってことで、まあ大体ね、そのフルサイズの半分なんで、画角は 1.5 倍ということになってくるんですね。1.5 倍なんで、30mm だったら、まあ 45mm、フルサイズ換算で。だから 25mm だから、38mm ぐらいで、結構撮りやすい画角なんじゃないかなと思いますね。でね、このレンズの写り、富岡工学が製造したということでね、すごい期待できる。レンズなんですけどね、まあ作例を見たらちょっとビビりますよ。これ本当にハーフかよっていうね。しかも自動書店じゃないや、固定焦点なんでね、 1.5 メーターのところにピントが合う固定焦点です。あとはもう被写界深度頼みという、レンズなんですけどもね、これでね、なかなかの写りが出ました。ここからはね、ちょっと作例を紹介していくんですけど、まあ覚悟してくださいね、欲しくなります、はっきり言ってね欲しくなりますよ絶対。まあそんなわけで作例いきます。はい、作例なんですけどもね、まずこれ横構造の写真、実は全部トリミングしてあります。画面いっぱいに表示されるようにトリミング 1.5 倍にトリミングしてるんです。それでこの写りです。ハーフをトリミングしてこの写りですよ。これすごいと思います。ものすごくシャープに撮れています。ただね、
1.5 メートル固定焦点ってことなんで、あまりにも離れるとこれまた眠たい写真になります。つまりね、無限遠はきっちり出てないんですね。この写真見たらよくわかるんですけども、このカメラの特性としてやはりね、記念写真を撮るということを念頭に置いてるみたいですね。これ125分の1、2.8 でパーキングの中で撮りましたけど、なんとか100でも映りますね。で逆光耐性もこれがなかなかなんですね。これは太陽をもろ食らってると思いますけどね、フレアとかゴーストとか、まあ、コントラストのうち発生していません。なかなかのレンズだと思いますね。では露出がね、ちょっとこれ露出、セレンコが死んでたんで、これは露出オーバーの写真とかにもなってますけども、できればね、セレンコ電池が生きている感動品を入手したいところですね。このようにね、非常に、シャープです。映り本当にシャープ。これ本当にハーフをトリミングしたのかこれっていうね、映りになっていると思いますね。遠景がぼやけるのはもう固定焦点ってことで残念。まあ、ここはしょうがないんですけどね。これもそうですが、非常にシャープな映りになってます。で、これ室内、開放ですが、この写真ね、この写真手前がやはりボケていますね。開放ではやはり近くのものまではピントが合わないですね。で、セルフタイマー装備ということで最後は、ちょっと私が写っている写真を、出してみましたがね、このカメラなんですけどもね、もう本当にいい写りでね、ちょっとやばいぞっていうぐらいの写りだと思いますね。で、セレンコが生きているとこの絞りのダイヤルを A に合わせればいいんですね。ピントが合わねえな。これを A に合わせて、あとはもうネジを巻いて、ネジってね、ダイヤル、これを巻いてね、シャッターを押しまくるだけです。で、その巻き上げハンドルがないということなんですが、フィルム装填はね、もうフィルムをここにセットして、ここにフィルムを差し込んで、蓋を閉めると。で、あとはゼンマイを巻いたらね、勝手に、撮影開始ポイントで止まります。で、あとはシャッターボタンを押すとゼンマイが巻かれると。で、セレンコ電池が生きている場合は絞りも何も調整する必要がなくて、ただシャッターボタンを押してゼンマイを、巻くだけ。これだけで撮れてしまうんですね。開発者のね、アタカ久則さん、まだご存命なんですけど、1934年からっていうことになってますけど、この方が設計されてくるね、アタカさん、自分の50歳の母親でも、撮れるカメラという基本構想から可能な限り撮影自動化と女性ハンドバッグ、男性の上着のポケットに入るサイズの小型化を目指して設計したということで、ポケットに確かに入りますね。そのハーフカメラのね、火付け役、まあこれペンですけど、が出て、それで、その対抗するカメラをどういうカメラにするかっていうんで、徹底した小型化と完全自動化をリコーは目指したんですね。で、レンズは富岡工学に、製造を依頼して抜群の写り、このカメラなかなかだと思いますね。で、セレンコが生きている個体っていうのがね、ちょっと厳しい、ところであります。セレンコがね、ほとんど死んでるんですね。で、まあカラーネガで撮るんだったら、例えば、200のフィルムを想定。最近ね、手に入る安いフィルムって200なんで、で、これシャッター速度がね、30分の1と125分の1、2速なんですけど、A に合わせるとね、125分の1固定。で、絞り数値に合わせると30分の1に固定されてしまうんですね。で、200だとね、晴天日中だとね、もうこれ、マックスの絞り22に設定することになると思います。で、僕のね、このカメラはね、実はね、魔改造して125に固定してるんですね。125に固定する方法はね、たくさんの方がブログに書いておりますが、簡単にできるんでね、ここのネジを緩めて、こっちのね、フラッシュターミナルとかを外して、ほんで、前カバーをね、外したらね、簡単にできるんですけども、挑戦してみたいっていうことはね、それでもいいんですけど、別に30分の1でもいいと思います。手ぶれがね、ちょっとね、気になるとは思いますが、30分の1に固定してね、200の、フィルムで絞り込んで、日中撮って、ほんで、暗いとこでもね、30分の1だったらかなり撮れると思うんで、30分の1の場合、もしかしたらいいかもしれないですね。まあ、22ということで、小絞りボケが発生する可能性もありますが、22まで絞るとね、被写界深度が深くなるんで遠
計目標としてはっきり映るかもしれないんで、もしかしたら30分の1の方がいいかもしれないですね。相場なんですけど、ジャンクだと1000円ぐらいからあることはあるんですが、まあジャンクはあんまりおすすめできないですね。まあそれは1000円が死んでいるとか、まあこれは死んでるんですけど、マニュアルで撮らなきゃいけなくなるんで、このカメラの売りというのはやはり自動ということを考えると、まあ自動で撮れる、ヤフオクだとだいたい1万5000円前後の相場になってきてると思います。やはりこのカメラちゃんと動くモデルはすごく高いですね。僕のはね、露出がもう動かないということで、北村、ナルト店さんでね、2500円で購入してきました。状態はね、そのセレンが動かない以外はかなりいいんですね。レンズとかもね、ダメージがないですし、ファインダーも非常にクリアなんですけども、格安で購入したということでね、僕はね、その山間露出で撮ると思ってね、そのこれを購入したんですけども、露出系がね動かない、カメラ、自動が効かないカメラ、やはりちょっと苦しくなっていくということで、稼働品を買うのが一番いいと思うし、直せる方はね、100均のセレン、電卓とかのね、太陽光電池を移植するとかいう点もありますが、完全に数値を合わすためには抵抗を入れなきゃいけなかったりするので、ちょっとややこしい、多少知識がある方が、やる作業になると思います。はい、このカメラね、本当に非常に、ハーフとしては非常に映りがいいですし、で、全マイク動でワインダーがついてるんでね、小気味よく撮れるんですね。もう本当にね、撮影が楽しいです。パシ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 撮れるんでね。で、枚数がたくさん撮れるんでね、気兼ねなく撮れるということも入れると、このカメラ非常に楽しいカメラ、映りもいい、記念撮影とかにね、もう最高のカメラだと思いますね。で、以前ね、その動画で、ライブで言いましたけど、ハーフカメラ修行にも向いてます。構図だけで勝負するカメラという意味ではね、カメラマンの腕を上げるカメラとしても非常に使えるカメラと思いますのでね、余裕がある方はね、ぜひ1台ということですね。ただ1万5000円ってなるとね、ニコン F とかキャノン F1 もね、視野に入ってくる金額なんですね。この辺がちょっと悩ましいところではありますが、まあ、1台持ってていいと思いますよ、このカメラ。まあね、僕のようにね、その山間露出ができる方はジャンクでとりあえずシャッター切れるだけのやつを買ってくるというのもありだと思います。はい、今日の動画はこんな感じですね。ここから先はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーです。作品投稿のコーナーなんですけど、最近コーナーの間違い、ルール間違い投稿が多すぎてもうぐちゃぐちゃになってます。で、これね、 DM の順番、送られてきた順番で順番管理をしてるんですよ。でだから発表する前に DM 送られると順番が変わってしまってもうぐちゃぐちゃになってるんで、実はね、今編集をしてるんですけどもね、これ探すだけで今40分ぐらいかかってます。そんなわけでね、ルールを分かってない方、分かってる方はもう一度ね、YouTube のね、チャンネルの概要から、投稿ルールをご確認ください。ものすごく編集に時間を食っておりますので、ご協力お願いします。最悪の場合ね、もう投稿のコーナーやめちゃいますんでね、もう睡眠時間がどんどんなくなってしまうんで、よろしくお願いします。そんなわけで、今日のトップバッターは、高坊さんから。高坊さんね、ちょっと順番飛ばしになっちゃってるかもしれない。すんません、遅れております。あ、違うか、これは違うか。お疲れ様です。いつも楽しみに拝見させていただいてます。作品投稿させていただきます。タイトルはズバリ、鯉のぼりです。最近はめっきり見かけなくなりました。福岡からイベントで鯉のぼりを上げている佐賀まで行って撮影をしました。写真は2枚で、パッコレーションの穴がある、方がキャノン FTB に 75-200F4.5 富士フィルムベルビア100で撮影。パーコレーションない方は、富士フィルム XH1、XF55 から200、F3.5 から 4.8、フィルムシミュレーションベルビア ISO は200で撮りました。当日は良い天気でしたが、風がなく、なかなか良い写真は撮れませんでしたが、よろしくお願いします。ということで作品なんですけども、まず1枚目のね、ベルビア100で撮った写真、非常に青が深い、写真になっておりますね。解像度はね、ズームレンズ、まあ、古いズームレンズということでね、やや低めですが、いい写りになっております。で、2枚目の方ね、ベルビアシミュレーションで、撮っているということですが、まあ、ご覧になったらわかると思う通り、ベルビアの、色をね、デジタルで再現するのは不可能です。
これは富士フイルムでもそうです。ベルビアっぽくはなってますが、ただ彩度が高いだけの写真になっていると思いますね。やはりね、ベルビアのね、魅力、まだまだね、フイルムでしか再現できないと思うんでね。まあ、ここはね、富士フイルムのカメラがアドバンテージがあるって言ってる方いらっしゃいますが、そうでもないと思いますね。まあ、写りはシャープで非常にいい写りになっております。それはもう現代のレンズ、あとデジタル処理ということでね、シャープな写りになると思いますね。はい、高坊さんありがとうございます。次は、ケンちゃんさんの作品ですね。作品ところで宣言開けて行ってきました。オリンパス OM40 S 随行 3570F4 です。コダックゴールド200。このレンズ少し曇ってますけど、タイトルはなしなんですけども、光の強い上の方のね、作品の上の方でやはり曇りの影響は出ておりますね。下の方はね、全然影響出てないんですけどもね、曇りレンズということで、やはりね、多少は影響出ますね。こういうのはね、まあ光が弱いところでしか撮らない、もしくはね、むしろ弱い強いところで撮ってソフトフォーカス効果を狙うとかね、そういうのもありかと思いますね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。次はね、シオンさんですね。こんにちは。先日京都で撮った写真を投稿します。10年期限切れですが、いい感じの味が出てくれて嬉しかったですけど、データは何もないんですが、これ多分京都駅構内だと思うんですけどもね、もうちょっと長いレンズが、ほんのちょっと長いレンズが欲しかったですね。ちょっとレンズのね、スペックとかわかんないんで、何ミリ撮ったかわかんないですけど、多分これ50ミリぐらい撮ってるんじゃないかな。無駄な部分が多いんで、もうちょっと長いレンズか、もしくはトリミングするか、このぐらいにね、トリミングするのがいいと僕は思いますが、どうでしょう。はい、シオンさんありがとうございます。次がね、一路さんの作品ですね。タイトルは雲です。妻とウォーキング中見上げると綺麗な雲、思わずパチリ。カメラオリンパストリップ35、フィルムは富士業務用100ということですね。で、作品なんですけど、これ業務用100で撮ったとは思えない非常に鮮やかな写りになってますね。うわ、これはなかなかいい色ですね。空とね、あと、これ何だったっけ、年輪じゃねえや、地層か、地層のね、露出してるね、コントラストのいい写真だと思いますね。抜けのいい写真になっております。はい、一郎さんありがとうございます。次がね、ヒデさんさんの作品になりますかね。はい、ハンドルネームヒデさんです。ジェネオダキさん、こんばんは。毎回楽しく拝見させていただいております。ロムを使った作品を投稿します。カメラ、フジカ ST801、 レンズ EBC フジノン 55mmF1.8、 フィルム、ロモグラフィー、ロモクロームメトロポリス、100から400、ISO 100で撮影しておりますということですね。1枚目が喫煙所、2枚目栓抜き、よろしくお願いしますということで、これメトロポリス東京、以前紹介した、フィルムと同じになりますが、100で撮っているということで、やはりね、若干モノクロチックのね、写真になると思います。1枚目ね、後ろで掃除をしてるお姉さん、これがちょっと邪魔だったな、これはカットしたいとこだったかな。で、2枚目なんですけど、2枚目栓抜きということで、これ面白い栓抜き、これスパイダーマンかなんかかな、ショッカーかな、よくわかんないですけど、色はショッカーじゃないし、スパイダーマンでもないですね。面白い栓抜きですが、もう一工夫、構図に工夫が欲しかったかな。下から撮ったり、真上から撮ったり、いろいろ工夫したら、いろいろ面白い写真になったと思います。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。作品投稿のコーナー、今日はここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、 LP500S さんの俺のカメラですね。おたきさん、こんばんは。俺のカメラに投稿します。カメラ、ニコン DF と北村でジャンク3000円で買ったニコン F3 報道用モデルです。物撮り難しいですね、ということなんですけどもね、これ3000円で F3 買ったんですか。これハイアイポイントですよね。どう違うんだろう、なんか簡略化されてるのかな。よくわかんないですが、シャッターボタンってこんなだったっけ。どこが違うのかはよくわからないですが、どちらにしても3000円で F3 って人はありえないですよね。はい、LP500S さん、ありがとうございます。
はい、次はね、放課後クラブさんですね。おたっきー様、はじめまして。いつも勉強させていただきありがとうございます。俺のカメラに投稿します。このカメラ、どこかおかしいのがわかりますでしょうか。名付けて、ヤシカ FX3 スーパー2000。ゴールドメカニカです。ヤシカエレクトロンの名曲、カラヤシの DX をなんとか別のボディの使いたくて分解している途中、絞りバネがバラバラに、それだけでなく羽についている極小パーツが欠落していることを発見。残念ながら諦めたんですが、その際にもぎ取っておいた1970年当時のロゴを加工して貼り付け、京セラさんには申し訳ないのですが、ロゴを隠させていただきました。結果、クラシックのたたずまいとなり気に入っております。普段は絞りを F8 に固定、パンフォーカスノーファインダーでストリートスナップ専用機として活躍しておりますということですね。これ京セラのカメラなんですね。にヤシカを貼り付けてゴールドメカニカにしていると。なるほど。まあツアイスのレンズでね、テッサーの 45mmF2.8、これをまあ F8 に固定して撮っているということで、非常にシャープな写りが期待できるものですね。昨年もね、投稿していただいておりますが、本当に、シャープに映っていると思います。今日の俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはやったはやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー。今日はね、フリーマンさんですね。お久しぶりっていうことですね。やっちまったけどまあ良いかということで、状態も見ずに入札で、後で見たらファインダー内割れ、送料込みで1800円ほど、メモリーエラーとのことだが、接点清掃で復活。さすが CCD センサーの写りは最高です。工夫さえすればファインダーの割れも気にせず使えますね。ペンタックスのクオリティの高さには驚かされますということなんですけど、これカメラが実はなんだか書いてないんですよね。書いてないんですけど、まあデジタルなんでしょうけどね。ファインダーのガラス、これ見事に割れてますね。これね、ガラスが割れてるから、取り除けばいいっていうものでもないんですね。だいたいレンズになってるんですよ。これは厳しいですね。完全ジャンクを買ってきて移植。軍幹部を開けるのデジタルカメラは怖いな。そんなわけで、フリーマンさんのやっちまったになりますね。はい、投稿ありがとうございます。今日のやっちまったコーナーここで終わりですね。まあ、今日の動画はこんな感じになっていきます。今日はね、ハーフカメラのね、オートハーフを紹介しました。これね、実はね、もう現在フィルムもう一本ね、撮ってます。から、今ね、撮影のためにちょっと出したんですけどね。カラーネガでね、撮りますのでね、こうご期待ということで、富岡のレンズでね、カラーで撮るっていうのがね、まあ、いいところだと思うので、結構いい写りなんじゃないかなと思って、コダックゴールド200で撮っておりますので、まあ、ちょっと時間はかかると思いますが、こうご期待ということで、これ本当にね、楽しいカメラです。1台あっていいと思いますが、感動品は相当高いので、覚悟は必要ですね。はい、今日の動画はここまで。ここからは、この次ですね、この次の動画はこいつですね。ようやく取り上がってきました。こんがらがってるぞ。はい、このカメラで撮影してきました。キャノンのね、 EF ですね。で、レンズはね、 50mm の F1.4、 これ FL レンズなんですね。 FL レンズの 50mm1.4、 2型になるんですけどもね、これでね、なんだっけ、ローライのレイノルドだったっけ、ちょっと変わったフィルム、モノクロフィルムで撮ってきましたんでね、それを作例を交えて紹介していく動画になってまいります。今日はこんな感じですね。まあフィルムカメラはね、すごい流行してきてチャンネルが増えてる影響でね、再生回数は減っていっていますけど、まああのチャンネル登録者はバンバン増えている、現状なんですね。でね、チャンネル登録ね、まだまだ増やそうと思ってますので、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価ボタンね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひぜひお願いしますね。コメントの方ね、全然追いついておりませんが、頑張って返していこうと思います。なかなか時間がないんですが、もうちょっと限界に近づいておるところなんですけども、全部返していくつもりでいますのでね、何か感じたことがありましたら、コメント投稿お願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまたごきげんよう。さよなら。